この間ですね、仙台に支社に行った時に、現地の8歳の男の子から、竹内さんは宇宙に行きたいですか、僕も行けるかなっていう質問をいただいて、そのすごく率直なといいますか、なんでしょうね、子供らしい質問をもらった時にふっと思ったのが、やってみたいって思うところから全部始まるのかなって思ったんですね。行こう、行ってみたい、行ってみたい、よし行ってみようって思う、何かそういう気持ちからが全て始まるんじゃないのかなと思って。ってことは、私はそうですね、未来ある子どもたちが素直にいろんなものを夢見たり想像したり、こんなことしてみたいな、それがやってみたいな、それができるんだって思う、その方向に物事が進むといいなと、願っています。夢とか希望とか、そういったものを支える、サポートすることで、それがいつか日本の大きな力になるんじゃないのかなって思います。